峠を越えてですね、ミュージシャンの友達が来てくれましたよ。徳島県からタリ君、太鼓の人、パーカッションの人。松山だわ、東京越えてないかも、でも。コウスケさんでもこの前、オートよく来てくれましたからね。高知県のやつ、ラフティングのとこまで。峠を越えてですね。雪を解いてせせらぐ水音を聞いたら今日もまた少し歩みを進めようやはりゆっくり急いで
僕は山を抜き山を抜き広病院エレベーターに乗って患者の脇役ドクターに混じり4階で降りるまで命を預ける者預かる者それを見守る者の心象風景混ぜ合わせながらゆっくりそれは動く4階エレベーターホール右と左に分かれる病棟左に行くと新しい
しい命が華やぐ産婦人科で、右に行けば病気の子がその親が命をつなぐ戦いを、何日か何ヶ月か何年か続けてる小児科で、4階に着くまでのエレベーターの中で、隣の人が右と左どちらに曲がるかなんとなくわかる、左に曲がる歓喜の足音、右に曲がる勇者の足音を溶かして、中には庭園の花少し揺れた、溶かして中には庭園の花少し揺れた。病院エレベーターに乗って感じ見舞い客ドクターに交じり、4階で降りるまで命を預ける者預かる者、それを見守る者の偉い心象風景混ぜ合わせながらゆっくりそれは動く、うんうん、はい、やった、ね、いろんな病院がございますから、今のはね産婦人科とか小児科とかでしたね。どこにはよく来ましたよ。最後の頃間に合わなくてね、たどり着けず車の中で呼ばれちゃって、はい、そんな車で今日も来ました。大人になもう忘れないでいてくれますか。車のお家で出かけた日々のこと、大人になってもう思い出してくれますか。車のお家で出かけた日々のこと、日々のこと。
イエーイすごいわ。手だれだわ。手だれが背中を守ってくれてますから、だらしなく歌えて大変いいです。バンドっていいですね。寄り添う寄り添う、寄っかかってばかりです僕は。そんな友達がいますからですね。僕の友達精神病院で王様になったんだ。古文をたくさん引き連れ廊下を歩く。僕の友達精神話しかけられる。格子のついた病院で自伝的小説書いてる。僕の友達王様になったんだ。とても優しいから、めでて暮らすのがいいんじゃないでしょうか。
おすすめ暮らし方としてはですね、愛媛県最高ですよ。アマゴとか見ましたもん。あーもう高知愛媛県な感じ。赤麺がびっくり、憧れの魚見たりしてですね、楽しいなと思っております。定点観測ってそんな結果ですけど、自分動かずですね、音を合わせて観察する方法らしいですよ。コウスケさんとタリ君と一緒にやってみたいと思います。常識なんて変わるの常識だろ。例えば寝ぼんきでは
は一日も長さ22時間そこの角を右に曲がった僕じゃない僕なんかも含めてパラレルワールドあらゆる僕を経験してゆくそれは何万回も何億回も繰り返される命のロードさ無体なことも多いんだけれどもハッピーエンドで頼むよを広げながら星になりに行くすげえなあなふうに行きたい闇をたった一人きり咲いて僕もあなたもまだまだ行けるそんな気にさせてくれた夜だだってまだ諦めちゃいないだろう握った手の圧力と食いしばってる歯ぎしりの音がそう言ってる高が人生さされど人生だ生まれたからには生きる先に行っちゃった人の分まで高校までは来たけど
吐き出しながら白線の
好きなあなた、生まれてきてくれてありがとう。おかげで僕の人生で飲み会が一つ増えたよ。だから歌い切り飲んでメレンゲ踊って歌いましょう。月が見えるまで僕はあんまりバイチューラウチューカシャサラフなんだけど、月が眠るまでもう今はってあなたと会えました。嬉しいです、乾杯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 。いい乾杯を、どうもありがとうございます。乾杯。この辺りだったら高台だからいい月が見えるんじゃないですか。伊沢に神社、伊沢に神社なのね、見下ろす長い階段の猫いっぱい、ね、それでワニ災難でございましょう。これお店が夢いっぱい、猫いっぱい、夢いっぱい、猫いっぱい。でもおめでて暮らしましょうよ。林の木々の隙間から見えた星々のざわめきが山の小川の流れに溶けて消えた、溶けて消えた。星と星が引き合い解消しようということを僕ら地球の人間は結婚と呼んだりします。捨てた手を握り合って離さないと決めたなら主役はあんた方二人だね。春は冬が過ぎたら必ず来るんだよ。生まれた土地に根を張って大木になって星とつながって生きる、つながった喜びと悲しみを土に返しようだろう。Thank you.
必要できる曲は大人だと。やるんだよ。いや、ないよ。本当？